わね。本当ごちそうになるつもりなかったんだけど。と言いながらドロシーちゃん最近よく来ますね。必ず食事時にね。何言ってんのよ。偶然よ。私はあんたにチャチャたちの様子を見せてあげようと。うちにも追証玉くらいありますよ。何もそんな取ってつけた言い訳しなくても、シーネちゃんがいないからご飯が作れないって言ってくれれば。失礼で、カレーぐらい作れるわよ。それじゃあ今夜はドロシーちゃんのカレーですね。それじゃあ見てみましょう。チャチャたちは ダスハイディエンス。チャチャはコインを集めているな。コインですか。そういえば、確かです、コインを集めていたでやんす。ではコインを奪え。チャチャ、広い森だね。これではお手上げですね。こっちだ。え？なんか動物の匂いがするぞ。すごいすごい。よよよよよよ。一枚、二枚、三枚、四枚。あれが動物の匂い？七枚、八枚。あの口押しやコインがない。よよよよよよ。お姉さんどうしたの？大事なコインを落としたの。コイン、うん、これもコインだよね、うん、コイン、コインが欲しい。でないとおじさんに怒られる。おじさん、はい、おじさんは身の丈4メートル、2本の角に鋭い牙、ピカピカゴロッといじめるの。ピカピカゴロゴロ、かわいそう、リア。おお、たくさんあるんだ、1枚ぐらい。うんうん、8枚、8枚欲しいのよ、よよ。8枚、ちょうど8枚ある。やったれやったれ、人助けや。うん、そやね。ちょっと待ってください。え、何か変だと思いませんか。こんな森の中に娘さんが一人で。別にいたっていいじゃん。きっとお使いよ。大魔王の城の近くですよ。あ、ニンニン、玉ねぎ、じゃがいも、キャベツ、よよよ。きっと大魔王の城のそばに八百屋があるんだよ。今晩はカレーでキャベツのサラダよ、きっと。でも変ですよ。きっとカレーが食べられないとおじさんはあの姉ちゃんをいじめるんだ。近頃なのよ、カレー。でもやっぱり変だ。お願いです、二人とも僕を信じて。コインが8枚。よいよ、あんなに泣いてるぞ、かわいそう。でもシネちゃんの白状もな。白状、白状。かっこいいぞ、ジャジャ。あれ、さあ、これなら落としたりしないよね。何するんだ、シネちゃん。何？バカだったら俺してるぜ。バカバカバカ。バカすというのはタヌキやキツネが術を使って人を騙すことを言うんですよ。タヌキ？よく見て、その娘さんには尻尾が。ああ、本当も可愛い。尻尾なの俺だって。ほら。ふに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 。ああ、リアも可愛い。本当にタヌキさんだったのね。
道理で動物の匂いがすると思ったぜ。あ、そうか。タヌキは犬が大の苦手なんです。バカ犬を見て驚いたんですよ。犬じゃねえ、狼だ。シーネちゃん、ごめんね。シーネちゃんの言う通りだったね。ありがとう。いや、分かってくれればいいんですよ。シーネちゃん偉い偉い偉い。見なさい見なさい、さすがはシーネちゃん。よく見破りました。師匠が怒りんぼの分、お弟子さんは冷静ね。なんてって。ほらほら、消えちゃいますよ。どうやらあのコインには何か秘密があるようですね。頑張ってみんな。頑張るでやんすよみんな。どうしたでやんす、魔界タヌキ。と申されましても、我ら犬は大の苦手。どんなに化けても匂いでバレますです。よってお手上げ万歳なしよ。まあまあ、ここは頭を使うだすよ。ヤンス、大魔王印の匂いのんのん X、 これを一吹きすれば匂いは消えるざす。おお、これならバレないでヤンス。デートの前のエチケットね。そしてさらに催眠療法だす。犬なんて怖くない。犬なんて怖くない。犬なんて怖くない。そうだ、犬なんて怖くないですよ。そうだポン、犬がなんだでやんす。犬がなんだ、犬がなんだ、犬がなんだ、犬がなんだ。うるせえ。うるせえのはお前だろ。あれ、どうしたのリーヤ。変だな。頼むぞリーヤ。よし、タヌキは化けても俺の鼻で一発だ。犬とチャチャたち接近します。ガチャ。なんだありゃ。変な噴水。怪しいですね。いいや。クン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 、タヌキの匂いはしねえぞ。じゃあこれは愛の泉です。そして私は愛の女神。これよりこの泉の伝説をナンジラに語ろう。そしてそれはナンジラの旅にきっと。クン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 。どう、タヌキじゃねえな。本物のようですね。どうぞ。はあ、昔昔その昔、戦いに赴く一人の騎士がおったとさ。とさ、砕けた女神ですね。いざねえじゃん。騎士は王女への思いを込めてコインを泉に、すると嵐に若き騎士の思いは通じ、王女と結ばれ幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。というのがこの泉の伝説。詳しいことはお手持ちのパンフレットをご覧くださいね。なんだかわからないけど、とにかく願い事が叶うのね。よし、やろう、それやろう。お願いごっこやろう。愛の願い事。それでは新郎新婦の入場です。お似合いよ。ぐるぐる。ちょっとメガネ様、もしももしもですよ。男が二人同じ女の子に思いを寄せているとしたら、あなたどちらの願い事を叶えるんですか。そうね、どうしましょう。そんなんじゃ困ります。こら、ずるいぞシーネちゃん一人だけ。なんだよ、いいじゃないかよ。たまにはお片付けは臭いぞ。そりゃ抜け駆けはずるいだよ。くせえ。ずりずり名物原骨も。うわ、もう変わった。二人とも。さあ、こんな時こそ愛の泉。コインを投げ入れ祈るのです。そうすれば二人は仲良し小良し。そうか、八枚欲しいな。欲しいな欲しいな。もうコインなんてどうでもいい。リアもシーナちゃんも仲良くして。なんだ。神様お願い、お父さんお母さんも大事だけど、私にはリアとシーナちゃんも大事なの。お願い神様、二人を仲良しにして。お願い。仲良しですか。いや、話聞かせてもろたわ。思わず涙で大興奮。逃げろ、チャチャ。チャチャさん、二人とも。行くわ。うわー。チャチャ、今行きます。あー、ママちゃん。
届きでやんすでんな。奴らは自分の匂いを消してるんでしょうね。じゃあどうするの？こらバカ犬、本当にこっちなのか？おう任せろ、タヌキがダメでもこの匂い。ファイミーゲなんで今すぐわかったです？みんな匂い消しスプレーは？ダメです。弁当食べてりゃそりゃバレますよ。どういう匂い？こうなったら逃げるより攻めるのも最大容器です。大変身！おっきい！所詮はタヌキ、こちらには行け猛犬リア！ちょっと待てこら！あそこへ。お？お？え？お？お？さっさ、火加減は届かないです。あ、タヌキにいぶされるとはおまぬけでやんす。サンマは後で食べるだそう。サンマ。いや。さあ、急いで。サンマ。サンマの煙、なくなったね。空気もきれいだぞ。何か、聖なる気に満ちているような。滑るぞ、気をつけろよ。うん。うわー、滑りすぎだー。いでよ、クッションなんか、まぬけなクッションですね。うるせえぞ。ここどこだろう。え、あー綺麗、あー綺麗綺麗。蝶々もいるぞ。ほらあそこにも蝶々だ。すごいすごい。なんでこんなに明るいんだ。あっちにもすごいすごい。え、昔の魔族との戦いの絵だ。シーナちゃん。はい。あ、チャチャさん、今はピクニックしている場合では。大丈夫大丈夫、きっとタヌキさんたちも。サンマでお腹ポンポンだぞ。ヤンス、ちょっと焼きすぎだったでヤンスね。しょうがないだす、さっさと食うだす。お前らも残さず食べるだすや。シーナちゃんどうしたの？チャチャさん、不思議だと思いませんか？え？天井に描かれたたくさんの絵、ジョアン一世、魔族との戦い、そしてお花畑の中の魔法陣。ここは一体いつ誰が何の目的で作ったんでしょうね。そりゃ簡単だよ。え？ここはジョアンさんのコンサートホールだったんだよ。は？やっぱ平和になったら歌でも歌いたくなるよね。だって嬉しいもん、きっとそうだよ。それいただき。やったらジョちゃん、歌って踊れるプリンセスだ。うん、ちゃちゃ頑張る。ちゃちゃさん、僕作詞と作曲やります。シーナちゃんすごい。いや、よし、俺は振り付けだ。この後の目標もできたし頑張りましょう。おあ、なに、タヌキ？そうじゃないようですよ。魔族じゃないでやんすね。いきなり表ですか？すごいすごい。おお、大魔王の城もよく見えるぞ。おお、あ、やっほー、やっほー。
リアですね。かっこいい。チャチャ、チャチャさん、変身解除。魔界タヌキ究極アーキドライブンブグ。究極変形ブンブクチャガーマ。はいはい、不思議なチャガーマの綱渡りだよ。お立ち合い、すごいすごい、やるもんですね。敵は油断してるでやんす。今出すよ。ファイナル、悲しんだと思うな。とはいえ今回はお言って通りコインは奪ったから、まあいいだす。うんうん、タビンタビン、どうしたでやんす。ああ、タヌキに持たせたままだったですか。やんすまだまだ止まった。あれ、始まりましたね。なに、なんで私が光るの。光るだけじゃないわよ。さあ出発。リア君どこにいるのかしら。セラビー様、チャチャがいない今こそがチャンスなのに、あなたに迫れないのはなぜ。倦怠期。やだ、まだ思いを遂げていないのに。なんじゃ、こちゃん光ってます。大魔王、今行きますよ。今こそ蘇ら、愛と勇気と希望の名のもとに集う我ら8人の聖戦士なり。かっこいい。わいわい先生。おやおや、苦しい旅でしたがよく頑張りましたね。これからはみんなが一緒です。8人の力で大魔王を倒しましょう。はい、はい、終わり。ヒラビー様、あなたのお役に立てるなんて。よしなさいよ、先生が迷惑がってるじゃない。あんたこそ迷惑よ。ミユ君と力を合わせるなんて素敵素敵。なあ、やめろよ。みんなよ、みんなみんなで力を合わせるの。ヒラビー様、こらー、どさつたちが切れてブロック。やめろよ、ブロック。一緒に力を合わせましょう。うわー。というわけで僕たちは大魔王の城を目指して旅をしていたんです。そうだったんですか。でも心強いな。セラビーさんいるアッショー様、それにおりんちゃんがいるんですから。頑張りましょうね、おりんちゃん。はい。ちょっとちょっと、大丈夫なのこのメンバーで。はい、みんな友情と信頼で結ばれたいい子たちですよ。
私が心配なのはむしろドロシーちゃんですよ。え、そうよね、おばさんにはちょっときついかもね。なんですって。見てなさい、誰が本当に世界で一番の魔法使いなのか教えてあげるわ。はい、よろしく。チャチャ、いよいよですよ。はい、お父さん、お母さん。次回、行け伝説の戦士たち。